するしない。どうも、日向太鼓です。今回は来ましたよ、渋谷アベマズのこちら選手控え室ですね。来ました。あの3人はもう揃っているんでしょうか。早速入ってみましょう。失礼します。暗い。雰囲気暗い。試合前だから集中してたよ。やらせ感がすごい。ちょっとすごいね、カメラ意識してましたね、大井さんがすでに。じゃあ行きますよ、もう。こんにちは。こんにちは。はい、ね、大井さんなんかもうすごいんだけど、V シネかなんか目指してるとしか思ってないけど、ナーバスになってる。ナーバス使ったことあります、ナーバス。さあどうした。今日はね、渋谷アベマズの3人紹介していきたいんですけど、普段の様子をもうね、なんで食ってんだよ。なんか暗くない。そう、ポイントかな、ポイントのせいかな。ポイントでマイナスで一人だから。すいません、こんな忙しい時期に。150持ってる人ナーバスになったら。そうですよ。大丈夫、俺全然余裕あんだけど、うん、一番明るいのは父ちゃん。父ちゃん明るさ担当なんだよ。余裕あるんだよ。そうなんですか。え、松本って何食べてるの。もうそれピーナッツサンドに決まってるでしょ。一番うまいよ、ね、一択じゃねえかな。ピーナッツサンド一番うまい。いつも食べてんの。一番初めて食べてましたね。いつもここ座って食べるんですか。そう、みんなね、ん、いやでもどこだ、結構みんな僕地べたで座ってたりします。そうだね、僕がいつもが多い。あ、そこ知らない。僕こうまでに大井さんそこにいたじゃん。あれ初めてちょっとカメラ意識しちゃったの。あのナーバスっぽくしようと、やらせしようかな。う、入ってくるまでずっとなんか何回もこれカチャン練習してた。カチャンカチャン。でも誰の携帯。僕。かわいい、見て、アベマズの。そう、アベマズのケースじゃん。ケースとめちゃくちゃかわいいじゃん。あとみんなアベマズ。あ、本当だ。え、ちょっと、いや僕もですけど、あの、まがいものが割れて、割れちゃった。バキバキじゃん。ちょっと落としまくって、ラスト引いて割れちゃった。いや、これラス引いたらこんなことになるらしい。ラス引いて見て、綺麗なのだって、綺麗、ポイントアウトたち綺麗だもん。イラついたわけじゃないんだけど。あ、これね、負けるために割っちゃってんだ、多分ね、イラついて。汚ねえな。やめろやめろ。せっかく可愛いケースなのに大事にしてよ。はい、すみません、僕のです。これ、最近販売しだしたんで、これ買ってくれれば、僕らとお揃い。そうだ。あの、藤田監督も使ってる。みんなこのケースだよ、うちは。これいいじゃん、これあれでしょ、うん、買いに行けるってことでしょ。売ってるよ、パブリックのとこで。おー、いつでも売ってる。買ってるね。しかもパブリックのあそこに皆さんよくサイン書きに行ってますね。僕らはいつも行く。あの、基本的にある時は18時が会場なんですけど、うん、18時から15分間以上は絶対います。あ、そうなんですか、ね、だからお早めに来てくれたら、はい、あのもしかしたら会えるし、写真撮れるし、サインも書けるかもしれない。いやさ、ファンサービスがすごいよね。好きなんだよね、そのね、サービスしてるっていう気がないのよ。もうそもそもチヤホヤされたくてこの業界入ってる3人だから。もう俺、サービスしてくださいって言われなくても行きたくしょうがないの。なるほど、やりたがりなんだ。キャッキャ言われたよ。それ3人とも一緒なの。いや、これはわかんないんだけど、それと大井さんがすごいのは、まず入るでしょ、お客さんいるでしょ、うん、ヒーロー来ましたって言う。スーパースター来ました。来ました。自らおっしゃってますよね。そうそうそう。だってスーパースター来たんだもん。それはすごいでしょ。なんかね、響き渡って、あの声は私パブリック担当なんで、あ、大井さんいらっしゃいましたね。あれ大井さんしかできないと思うんですよね。でもそれもすごいなと思って。いや、普通できないじゃん。そう。でもね、人はなかなかできないよね。大井さんやったら OK みたいな。まあなんか面白いしね、大井さんやると。で、どこのチームのサポーターでもいいの。だから、あのパブリックに来てる人ってさ、いろんなチーム、いろんな選手のファンがいるでしょ。別にどうでもいい、誰でもいいからウェルカムだから、僕は。すごいね、仲良くしようぜ。大井さんね、カメラ回ってないとこも関係ないんですよ。さっきやってたけど、スタジオ帰ってきた時、ね、めっちゃあっちのおはようございますみたいなのが聞こえて、大井さん来たみたいな。ちゃんどこでもやっぱ存在感すごい、変わらん、変わらん男、大井さん。変わらん男だ。そうそうそう。それでは改めまして、渋谷アベマズの皆さんです。さあ、まずはね、ここまでのね、もう佳境も佳境ですけれども、うん、ポイント状況と成績をちょっと3人で振り返っていただきたいなと思うんですけど、うんとね、こうなっちゃう感じ。ここでサイン入れてもらえるか。いや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 、僕はプラス160ぐらい、はい、僕プラス50、はい、マイナス300ぐらいですかね。だから差し引きマイナス90ぐらい。食い気味だったね。今、しわとりさんがこんなことになるなんて、ね、全国民誰も予想しなかった。今後多分ずっ
とあの M リーグ続いていくと思うんですけど、はい、あの僕1位だったんですよ実は。なんていうか、うんうんうん、一番最初の方1位2位4位とか1位2位、うん、3位とか、うん、トップ3全部だったんですけど、あったあった。で僕1位だった時あったんですよ。あった1から21に落っこちる人はいないと思います。もう今後現れないだろう、歴史上で、歴史上で出てこない。今後現れない。プラス400、そうですね。個人はね200ぐらい。なんでこうなったのか本当3人たまに話すんですけど、はい、なんでこうなったのか全然わかんない。途中でなんかバグかなんか発生それかね、貧乏神は取り付いたかで、ね、ああ、まあキングボンビーついてたらこんな感じになりますよ。そうそう、借金背負うわ。そう、キングボンビーって言ってるでしょ人のことって。俺もう俺下で噂で入ってくるだって俺だキングボンビーって言ってたよっていう。かわいそう、陰で言ったの本人言っちゃったの。そう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 、いや本人の前でも言ってた。誰がやってる。貧乏神としか思えないもん。そう笑ってるけど。そうか、3人のチームの役割みたいな話なんですよ、はい、で大井さんが、まあ、リーダーで、うん、そう監督代行なんですよ。リーダーがしたんで、僕が、うん、その連絡網とかその雑務とか、うん、そういうのを担当する庶務、うん、で翔ちゃんはマイナス担当マイナス担当って何みたいな。独走させない。まあでもえマイナス担当クビにした方がいいもんね。いやいや本来だったらそうなんですけど、うん、でもやっぱね、うん、面白くしたよね。どうせ行くから。なんでこんな偉そう。はい、すごい明るくてじゃあ本当にね、冗談抜きでな、うん、なんかね解説で、M リーガーじゃない人が解説来たりするじゃない、うんうん、土屋さん来たり、またね、で内川さん来たりって白鳥の代わりに呼んだのかと思ったもん、うんうん、メンバーチェンジかと思ったもん。監督が呼んだのかなと思った、はい、挨拶しに来たんですよ、うん、内川さんが、うん、コンコンって、うん、あのイケメンが、そうしたら、あ、交代かなってちょっと思ったんですよ。やばい、クール中にそんなことないよ。あ、ちょっと、まあ、でもね、まあ、今後どうなるか分かんないですけど本当に結構あの今マイナスは確かにチームにとっても本人にとっても辛い成績ですけど、結構チーム内では明るく笑い話にしてもらえるんだ。一番明るい。いや、そう、マイナスになるたびにどんどん明るくなってくる。マジで。とにかく明るい白鳥。いやあのめっちゃ元気。じゃじゃ入ってる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 。安心して、安心安心。え、声出してこうとか言ってた。声出してこみたいな。お前らやれんのかみたいな。お前がやれんのか。そう、僕今日先発なんですけど、高原やれんのかって言ってくるんですよ。お前らやれよ。すごい楽しいじゃん。まあ、普通にやれば勝てるからみたいな。うん、そう。あ、じゃあなんだ、チームはとっても明るい雰囲気で。とっても明るい。明るい明るい。なんかいくらマイナスしても戻してくれる。確かにね。2人ともプラスにしてくれるもんね。はい。絶対負けない。今日も絶対負けない。先発、あ、今日先発。あっちに言って。収録日。絶対許さない。いや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 、負けないだったじゃないですか。いや、もう許さない。やばい女みたいなセリフになっちゃったけど。これちょっとね、最近の流行り。最近流行ってる。うちの流行り。もう許さないぞっていうのが最近流行ってる。でも、この、あの、終盤で大井さんの麻雀とあの表情ガラッと変わりましたね。ちょっと気入ってるよね。だいぶだいぶ自分でもやっぱり分かるわ。カンちゃんリーチも増えてるし、うん、増えてる、うん、ちょっと押しもイーシャンテンぐらいからバーンと無筋を押す時の表情とかも気合い入ってるなと、うん、もう許さないって言ってますもんね。言ってる。あそこ声入れればいいの。もう許さないリーチみたいな感じになってる。それはね、自分でも感じるんで、やっぱりこうは僕は集中して自分で表情とかもよく分かってなくて、後で見て自分でも笑っちゃうんだけど、そう、やっぱ最近でもいい意味で集中できてる、うん、悪い意味で言うと顔芸になっちゃってる。え、でもすごいキリッとしてるお顔がなんか可愛らしい、なんか困った表情が多かったのが、うん、すごいキリリとした、なんかどんどん眉毛太くなってきたのかなぐらいの、うん、なるほどね、感じで、なんか終わってトップ取った後顔を脱がれるじゃないですか、うんうん、あの本当に惨殺した人の後見て潰しちゃった、そうそうそう、やっちゃったかみたいな人の顔してんの、うん、怖いわ。いやでも最近やっぱ調子いいんで、1-1-2-1みたいな成績が、うん、ずっとこのとこね、今年からですよね。今年入って最初はラスだったけど、そこから200浮いてるんで、すごい4戦で。でも3マスです。今年入って3マスです。そうです。え、もう白鳥さんのこれこの出番は打つ順番ってどうです？でも12回あるんで。12回。うん。どうしてゼロのわけがない。まあ、打つんだ。回数が、はい、まあ最初勝者が走って前半あの回数がね。はい。大井さんね少なめだったんで、あ、元々ね、まあ後半ね元から大井さんを後半メインに組み立てていこうって話をしてたんで。なるほど、チームの元々それが。そう、あのゲームメイクとか、うん、あと着順操作とか、うん、それからあの終わりに近づくにつれこうやることが決まってくるじゃない、他のチームも、うんうん、そういったところのこうなんか戦略とかが、一応僕が一番ベテランだから、うん、僕後半っていう風になってたんだけど、うん、こんなに団子になると思わなかったね。すごい接戦ですもんね。3から7まで。え、今日とかその毎日の打つ順番はいつまでに決めて、誰が俺が行くとか言うんですか。夜中の2時。
夜中の2時に監督から指令が来るんですか？仕事忙しいんで、あの人、忙しいん で, よくね、夜中にタイムシフト見て、あ、今日よかったね、今日誰で行こう、次は誰で行こうってなったりする、うん、なるほど。朝起きて、あ、僕だって感じ、うん、で、アクマズの皆さんって打たない時もなんかバッチリ準備されて全員来るよ、うん、メイクもバッチリ来るよ。てかね、揃わなかった日ない。あ、僕さんが仕事の日で、仕事の日でも、でも終わったら来るけどね。後から来る。後から来るし、一回もね、休んだことない。じゃない、ない。ちなみにさ、あれですよね、お目目の色変わったり、あの髪型も、ね、あれはまあ、あの起きたら変わったりしてることがあるけども、お目目の色変わってたんですか？いや、変わったりしてることもあるけども、まあ、でも打たなかったしね、あの日ね。あの日打たなかった、ね。フェイント、あれツイッターでね、なんか話題になってたけど、来ないかいみたいな。1時間以上メイクして、うん、出ない、で、もう自撮りも全然しないから30分ぐらいこんなことやって絵上げてさ、はい、2人でメイク長いの。そうですよね、みんな5分、僕は長い、あと2人、僕は特に長い、3、40分、30分、女子1分、僕1時間からね、うん、で、まあ30分ぐらい、俺5分みたいな感じで、うん、松本さんから見て、この先輩2人は正直どうなの？メイク長いし、いや、美意識高い。あ、いい言葉でまとめたね。でも、なんかこの前大井さんとメイク飲んでて、まあ、どっち行くみたいな感じで、うん、お前やってもやんなくても変わんねえから、お前行かなくてもいい。何それ？すげえ。変わんないの？確かにあんま変わんないの。髪の毛ちょっとふわっとするぐらいで。自分でやってるから、むしろ。そっか。そう、でもメイクはね、だからいつも混雑。え、だからあれでしょ、なんか他のチームも言ってましたよ。大井さんと白鳥さんのメイク時間とセット時間、クソ長いって。本当ですか？陰口のように言ってますよ。陰口です。他の女の子って基本メイク長いじゃない。そうですね、髪もね。そう、MD が5人いるんだけど、女の子が2人分ぐらいの時あるんですよ、時々僕。ああ、なるほど。そう、だから、そう、あきちゃんと30分お話しして、かやもりのさやちゃんと30分話しして、やっと終わる。これが終わる。それ多いんです。その流れ多いんですよ。まあ、大井さんはいいよね、それで。俺、出ねえのにメイクしてっからね。そう、そう。で、しかし、出りゃマイナスして帰ってきてね。そうそう、こっちは。でも一生懸命マイナスしてっから300で済んでるけど、マイナスメイクしなかったら500マイナスしてるかもしれない。かもしれないから。チームコブしてる可能性あるから。コブ担当になった。でも本当ね、俺がマイナス300しててよかったなと思ったね。いやいや、よくないですよ。よくないんだけど、いや、してなかったらもう独走じゃん。あ、ゲーム的に俺らチーム駆け抜けちゃってるから、面白くしてんのうちらだし。面白くして、うちらってか俺だし。俺だし。そう、でもやっぱ勝ってくれて、本当頼りになります。まあ、最後ね、あとどこで私らが出てくるのかも。いや、このままじゃ終わんない、このままじゃ終わんない、ね、だって実際ね、じゃ平瀬さんも麻雀プロなんだからさ、チーム戦とかね、うん、考えて、自分がマイナス300して、もしファイナルに進めたら、そんなラッキーないでしょ。そう、うん、こんなことないでしょ。でもさ、もう主人公属性なんですよね。え、でも、白鳥さんもそうじゃないですか、うん、まあ、俺もそうなの、だからそうそう、俺もそうなの、だから魔法タイプ、行っちゃうと思うんだよね。でも、ファイナル行かないことがないと思ってるから主人公、残っちゃうよね。残っちゃうよ、大体絶対残る。で、残ったら勝つよ。主人公と主人公って喧嘩しません？大丈夫なの、それは。チームワークとか大丈夫、本当大丈夫なんですよ。チームワーク取れてるんですか？うん、なんかね、取れてないってよく言われるんですけど、取れたんですよね。僕、ね、は全然めっちゃいい家族。本当？松本って正直に言ってる？本当？なんかさ、嘘って言わせよ。いや本当だから。気遣い子だからさ、うん、全然ね、もうこれね、バランスがめっちゃいいんですよ。どんなバランスなの？大井さん、主人公気質あって、リーダー属性あって、うんうん、僕、本当雑務属性あるから細かいとこ雑務属性って、ちょっとね、下働き、あれ、お茶組 OL ぐらいだから、ね、そうそうそう。大井さんも多分やっぱ魔法使いは何なの？魔法使いは分かんない、ちょっと間を取ってそう。でもムードメーカーなのかな。そう、でも大井さん中心の、まあ、チーム構成じゃないですか、うん、だからこそ本当に松本ティと僕で良かったなって良、うん、かったと思います。大井さんも多分そうなってくれて、本当に思う、スケさん、カクさんみたいな感じだ。わかりやすい。だから逆にものすごくもう一人が目立つタイプでももしかしたらぶつかっちゃうかもしれないし、うん、かといっておとなしいだけじゃ全然面白くないチームになっちゃうんで、うん、だから僕のことをちゃんといじれて、なおかつだから高春って呼べる後輩じゃないと僕とチーム組むのは無理よ。高春って言うんだよ。いやいや、松本はちゃんと大井さん呼んでるよ。俺やってないじゃないかよ。いや、でもやっぱ応援してる時は呼んでる。あ、そうなんだ。あ、画面で見てる時は高春高春って言ってるんだ。そう、そういう風ぐらいの関係じゃないと、うん、やっぱりうまくいかないと思う。俺たまに高ちゃんって言ってるから、うん、俺高春って言ってる。違う人だね。うちの母親しか呼ばないよ、高ちゃんは。昔呼んでた。2人目、2人目、二人目、高ちゃん。え、女性人気もあれば高いじゃないですか。それよく言われるんだよね。ね、パブリックの時にも女性のファンの方がすごい手を挙げてくださるのがアベマツのところ多くて、ファンの方がどんどん結構
人気高いチームじゃないですか。2人ね、若い女の子にすごいモテる。じゃあ僕ら若すぎるよね、高校生高校生とか多いで、結構ね、女性人気多くて、うん、僕は不良っぽい男の子とおばあちゃんにだ結構いろんな層に人気があるし、じゃあバラエティ豊かなファン層になるわけだ、うん、そうだと思いますよ。どんな風なイベントとか今後していきたいとかあります？いっぱいあるよ。何いや、それは本当になんか教室みたいなのやりたい。とにかくファンミーティングっていうか、うん、いろんな、まあ、サポーターになってくれた人と本当にいろいろ接していきたい。教室やってましたよね。またこれからもいろいろやっていく。あれもおしゃれな回でしたね。うん、あれはねちょっとね、おしゃれすぎちゃって、うん、ちょっと麻雀、今までの麻雀界にないから、いいじゃないですか。賛否いろいろ意見あったんだけど、ああいうことをね、まあ、恐れずにいろいろやってって、うん、こう幅を広げたいよね。今までこう麻雀を知ってる人としか接してこなかったけど、こうアベマズっていろんなところにこう打って出ていける3人だと思ってるんで、麻雀を知らない人もなんか楽しそうだなと、行ってみたいなって興味を持っていただけるような、そんなチーム、そんな3人でいたいなと。最年少 M リーガーの松本ティはどうなの、うん、この M リーグ戦ってみて、この先輩と一緒のチームですけど。いや本当に僕ドラフトを選ばれた時マジって思ったの、うん、もう超強えわと思って、このね、そう、この2人と一緒になるの、ね、めっちゃ嬉しいと思って、まあ、始まったら、うん、もうなんかずっとこの3人で一緒にやってるからもう慣れましたけど、なんですかね、だからこんなことになると思わなかった。だからマイナス言われてんぞ言われてんぞ、うん、いやでも本当このままじゃ終わんないから、うん、見てて連れてってあげるからね、うん、ちょっと連れてって、いや2人でちょっと連れてって、いやでもファイナル夢の国いやこれファイナル進んだら絶対の白鳥だぜ。知らないよ、24回やってさ、例えばだよ、8回ずつ打つとするじゃん、8分の5トップ取るぜ。本人何も言ってないけど、もう決まってんだ、分かんない。知らないよ、打つかは分かんないけど、出てこない、知らないの、分かんない、それは分かんないけど、このままじゃ終わんないけど、このままで終わるかもしれない、まあ、出た時は知らないよ。じゃあファンの方にどんなところを、アメバズのところを見てほしいですか。いや本当に麻雀の、まあ、その強さ勝つなんて当たり前なんだけど、それ以外の、まあ、解説だったりファンサービスだったり SNS で あのファンの方との接し方だったり、僕らはどれだけ麻雀を愛してファンを愛して、うん、本当にみんな仲良く麻雀を楽しもうぜっていう気持ちが他のチームと全然違うぞっていうところを見てほしい。うん、もう結構伝わってるかもしれない。プロとかアマとかもう関係ない、麻雀がみんな好きで M リーグがみんな好きっていう気持ちでつながりたい。おー、うん、一緒に盛り上がろうぜ。そう、千鳥さんは、まあ、僕はとにかくマイナスを抑えたいですかねそのしゃべり方っていうのもあるけど、まあでも本当に、まあ、大井さんの今ちょっと言ってた通りですかね、あのいろいろこう接し方、ファンの人との接し方とか、パブリックビューイング来ていただいてこう3人と話してとか、そういうので楽しんでいただけたらなと思います。あの話してもらえれば分かると思います。はい、この中でシリーズいきます。この中で〇〇なのはどなたですかって私が聞いたら、3人の中でそれが当てはまる人を指さしてください。自分でもいいの？自分でもいいです。はい、 OK、 いきますよ、いきます。この中で一番優しいのはどなたですか。せーのこれめっちゃやばいねこれやばいねこれやばいこれはやばいよ。これどのチーム聞いてもこうなる人なかなかチームないと思う。ないわちょっと待って確認ですけど、すいません皆さん、おのおのご自身刺されました？ごめんごめん、ただ聞いてくれ、うん、言い訳をさせてくれ。何同じ優しさだとしたらね、うん、3人が同じ、例えば50、50、50の優しさだとしたら、うん、一番先輩で一番年上の僕が一番優しい決まってんじゃん、だって言うぞって譲ってんだ。いや、何がやばいって、多分全員自分指さしたじゃないですか、はい、全員他の2人が自分指すと思ってたもん指してる俺なのみたいな。いや、さすがにこれ大井さん、大井さんや、ま、優しい、もちろん松本、はい、あのね、やっぱ違うタイプの優しさだから、はい、大井さん、でもやっぱ優しい優しいだから、うん、年上だから大井さん誘おうかなと思ったけど、でもご自身でしたよね、こう言ってたんだよ。ほんと恥ずかしい。アベマズは各自自分が一番優しいと思っています。でもいいことだよね、それを心がけてるからね。はい、優しくありたいと、ありたいと思ってる、他二人に。そうだそうだ、人に優しくだから。この中で一番自分のことが大好きなのはどなたですか。せーの、おいちょっと待って、あれあれ、何秒誰、ちょっと待った、あ、シャトルだ、
これは間違いない。自分大好きキャラだもんね。あのね、ちょっとそれについて喋っていいですか。どうぞ。あのすぐ終わるんでこの話。あのナルシストではないんです、本当に。あの僕あの食事屋とかで鏡があるところあるじゃないですか、特に僕座れないんですよ、自分の顔が嫌いで。本当にこれあの本当です、マジで。そうなんだ。あの嫌なんですけど、あの自分のことが好きか嫌いかで言うと好きな方です、一応。でナルシストじゃなくて中二病なんですよ、それは分かる。そこです。あの以上です。ありがとうございました。僕は自分のこと大好きなところと大嫌いなところもあるんで、いろいろと麻雀についてもあんまり嫌いなところ多いし、もともって言わ、僕全然自分のこと好きじゃないんで。そうなんだ。むしろ嫌いな方。そうなんだ。自信ないから。でもだからでもこういう2人を見ると結構ね尊敬する。本当自分自信がある人を結構ね あるもんね。そういやそうな、いやそれがこの2人の強さだと思うから、そうなりたいなと思う。いい後輩だわ。いやいいけど最後に行きます。締めて。この中で一番可愛いのはどなたですか。せーの。おお、分かるか。ただこうこれはやばいよ。これやばいし。ただダセーの一人混ざってこっちも。いやだ混ざそう。可愛いは違うな。可愛いは違う。え、おじさんはまつもって可愛いんだ。うん、あのやっぱり見た目のいかつさと内面の可愛さとのギャップで伝え、視聴者の方に伝えたいならこっちかなと。翔ちゃんは翔ちゃんの可愛さあるけど、見た目のほら可愛さと内面の可愛さそんなにギャップはないから。ギャップで多分そうなってるだけで、おじさんも可愛いっていうかちょっと男に系だからかっこいいから。でもここはお互い差し合って。うん、俺だな。カットでお願いします。自分さしてた。やっぱ可愛いんだ。いやっていうキャラかなと思って やっちゃった。で2人とも来るかなと思ったら2人が差し合ってとんでもねえこと思ったんですよ。やっちゃったな。やっちゃったな。一番やばいから。は自分は優しくて可愛いってことでしょ。自分大好きってこと。自分優しくて自分なんでそこ掘り起こして2回言うんだ。全部自分さしたってことだろ。全部3回連続。いや違う違うよ。土地大井さん。自分大好き大井さんだから。えげつねえやつ、えげつねえやつ、悪いやつは人に刺して。すごい素敵なチームですね。もうこの参考見ただけで、もうどんなチームか。待て待て。プレゼント争奪黒ひげ危機一発。今回もアベマズのグッズをいただくためにこの企画やってまいりました。私が勝てば。チームのオリジナルグッズ3セット、私が負けたら誰かにあげたいんで1セット、あげた方が負けです。これが負け。ちょっと待って、どういうこと。4人いて75% 負けってこと。そうですそうです。なんだそれ。じゃないとやってられないですから、この企画は。多分え、やっぱマイナス30だから引き寄せちゃう。いやキングボンビーじゃあ私からいきます。イエーイ、マツモッティ。はい、はい、主人公カラー赤。上の段、はい、どう。あ、みんな上の段、下の段行った。ま、まあ、一周顔めっちゃ怖いやん。一周は大丈夫。おじさんの横。いや待って、今ちょっとなんか引っかかってやめちゃいない。これ危ないな。そこで隣怖い。え、なんでそんないけんの。こんなん絶対大丈夫だ。怖い。いや今ね、ここ怖くない。ガチってなった。怖くない。なんかそろそろ来るよ。やばい。え、穴何個ですか。待って、下の台行っちゃうのよ。くらいもうあとこれですか。これだけしかない。あ、白鳥さんの横やばい。なんでやねん。マイナスがついちゃう。ゾンビちゃんと。おお。穴の強度を確かめてちょっとやめたのがいくらい。いや、そんなことしてない。そんなことしてない。いや、面白い。こうするよ。そろそろで、ね、やばいやばい。そろそろだよ。3周目って結構やべえから。うい。無筋の数が減ってきたよ。あと3本ずつな。やべえな。あと12本しかねえ。結構すげえな。下の段、下、白鳥さんの近く嫌だな。これ、ひなた行った、これひなた行った、これ行った。うわぁ、すごい。これ行くわ。上青と青に挟まれた。青、よし。おぉ、青上にね。ご試合。これ最初ひなたさん選んでる。いや違うよ。違う違う、これ青と赤なんで。ひなさんがピッてやってやめたところ。お前らそういうなんか不正みたいなことあったな。すげえな。スルーしないされた。てなわけで、ね、さあ、というわけでひなた勝ちました。イエーイ。なのでアベマズのオリジナルグッズ3名様に、いいよ、はい、グッズ希
望とコメント欄に書いていただければ当たりますので、皆さんぜひご応募よろしくお願いします。お願いします。何人個人マイナス300ですが、渋谷アベマズ絶対にファイナルに行きます。はい、チーム3人一丸となってファイナル進んで優勝を目指したいと思います。皆さんぜひサポーターになって、みんなで M リーグを楽しみましょう。よろしくお願いします。